はい、どうも、とわこです。ラベノスデビルスというゲームをやっていきたいと思います。このゲーム、ちょっと前から気になってたゲームだったんですが、なんとつい最近ですね、日本語に対応したということで、ウキウキでやっていきたいと思います。このゲームなんですけれども、ちょっとややグロテスク描写がありますので、そういうのが苦手な方はですね、まあ目を覆いながら隙間からこう見てください。はい、やっていきたいと思います。じゃあ、一応レストラン経営ゲームです。電車に乗ってる間ほとんど眠れなかった。ほう。俺と妻のヒルドレッドは急遽引っ越すことにしました。あ、はい、ご丁寧に。本当に必要なものだけを持っていった。町の有名な床屋さんの所有地だった。川の近くのこの場所はいい買い物だった。ほう。この家意外と大きいわね。一階美しいパブ、地下にはすでに広くて居心地の良いキッチンがある。ほう。愛情込めて作った料理を人が食べてくるのはいつ見ても楽しい。夫のパーシバルは一階を掃除し、自分の部屋をおしゃれな仕立て屋にして営業しているわ。あ、はい。彼が作った美しい洋服を、まあ、この不思議な人が着るだろうと。ほう。気になる。もちろんうちの忠実な顧客だ。おお、殺しちゃうのがなんだか申し訳なくなってくるね。肉の価格がめちゃくちゃ高いもんだから、うちの名物料理には珍しい食材を使うことにしたんだ。お客さんの腹が減ってるせいか、それともあまりにうまいせいか、人肉はとても高く評価される。理由はわからないんですか？わからずにやってるんですか？何にも無駄にしていないわ。彼らの服までパーシバルによって再利用されている。はやー、楽しそう。私たち正しいことをして、できるだけ多くお金を稼ぐために一生懸命働いている。うん、ということで、今はまあストーリーがサクッと出ましたけれども、まあ頭おかしい夫婦による経営シミュレーションゲームで、肉がどんどんなくなっていくわ。あれ、嫁さんさっきと顔違わない？この街の人々は飢えた犬のようだわ。そこまで言わんでも。ここに移ってきたことは正しい選択だった。金持ちになるわ。急ぎすぎないで、ダーリン。あれ目立たないようにして一生懸命仕事をしないといけない。あの翻訳やとオカマみたいやな。俺たちがどれだけの危険を犯しているかよくわかってるだろう。つまり、この死体をキッチンに投げておいて、私が処理しておく。この不運のやつを掴んで、そのうち腰を折ってしまいそうだ。こいつを、ここに。で、こいつが着てた服は再利用して新しい服にするわけですよ。というわけで、こう、仕立て屋さんに服を買いに来たお客さんを旦那がぶっ殺して、服を剥いで、へいー！で、上から落ちてきた、やっとだわ、新鮮な肉！フレッシュミート！落とし戸は見事に機能しているわね。こんなん作ったやつにバレバレちゃうんか。さ、ひき肉を補充しよう。新しい肉ひき器は大きな獲物にも最適ね。死体を掴んで、これを、引くわよ！楽しそう。肉引くときにこんなウキウキの人初めて見た。あだだ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 、お客さん、お客さんが引き肉に。新鮮なお肉。おばあちゃんのレシピ本を見てみようかな。今後のレシピも全部ここに追加できる。あ、これ、はいはいはい、ちょ激しい。美味しいミートパイを作るには小麦粉とひき肉が必要ね。もう料理の匂いがしてきたわ。ということで、お客さんをぶっ殺してミートパイにして出すという、もう完全にスイーニートットなんですけど、これは。材料を一つ取ってみよう。これはティム・バートンです。だから。次にもう片方を、ここに。料理完了、準備完了、トレイを取って、オーブンに入れる。はい。小麦粉とひき肉を、オーブンにぶち込むだけで、ミートパイってそんな簡単なの？少し変更を加えればもっと早く料理できるけど。
他の2台のオーブンを修理することもできるけど、そのためにはもっとお金が必要。はい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 。お金がないんやな。それは後で考えればいいわ。ミートパイがきつね色になってきた。そろそろ取り出すわ。はいはいはい。で、上を見て、はい。陳列棚が空だからミートパイをそこに置こうかな。こうすればお客さんが自分で取ることができる。あ、セルフ。セルフなんす？ここね、はい。おー。で、並べといて、よし、準備ができた。旦那も準備ができたのかしら。床の汚れの後始末をしないといけない。血の海だな。お前、嫁がミートパイ作ってる間何しとったんや。床の血がなくなるまで誰も上がってきちゃいけない。あ、まあ確かにそうやな。この現場見られたら。モップを使って、はい。掃除をする。あ、水はけよ、この床。さっき服を盗んだ。展示されているマネキンに服が着せられていない。盗んだ服に次を当てたら再販売できるだろう。はいはいはい。もちろん法外な値段でね。すーごい嬉しそう。無駄がなければ不足なし。ここは質素な店かもしれないが、俺はプロだ。仕事に戻ろう。あの山から盗んだ布を取ろう。はい。で、この布を、ミシンで、ええ感じに。あんまり早くないが、待っても構わない。連携と協力はうちの事業の核心だ。こいつすごいかっこいいこと言ってるけど、人殺しやからね。ヒルドレッドが求めていることに従って仕事のタイミングを調整すべきだ。服がようやく完成した。はいはい。回収して、マネキンに着せる。で、この服も売れると。すべての準備が整った。これでお客様を迎えることができる。お店を開けよう。お客様どうぞお入りください。いらっしゃい。いらっしゃい。うちのミートパイは美味しいよ。うまいよ。展示台いっぱいにしといてよかった。食事はそれぞれ値段が違う。ただで明らかにいかない。はい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 。レシピ本にはそれぞれ違う印をつけておく。私の美味しい食事にたくさんお金を払ってくれそう。ちょっと待って。ガー入ってきてミートパイガーひっつかんでお金払ってブワー出ていく。そんな店この世にない。自分の作品やスタイルが人に評価されるかどうかはわからない。常に最善を尽くすことを念頭に置くといい。悪い評価が広まったら困るからな。あ、売れた。そんな服、買った服ひっつかんですぐ出ていくことない。お客さんがつくのを待とう。で、あー、なるほど。採寸すいません。仕立てお願いします。っていう、もう次の食材がやってきたわけやな。んで、来たから、二人きりになったところで、すいません、失礼します。えいしょ、ほら、えいしょー、よし。というわけで、すいません、ありがとうございます。で、服もろて、で、手際よ。で、死体をキッチンに。はい。ああ、なるほど、これでまた、ミートパイ作ってよろしく。いつも掃除を忘れないように自分に言い聞かせる。広出ていい仕事をしていると信じる。連携が重要だ。はいはいはい。掃除して、で、嫁はんは？あ、上におった。嫁はん、早く、早く。これを、ひき肉にして、で、親、これをじゃあ、ミシンに。で、新しく作って、で、下でひき肉作って。これ、お客さん来てんの？これ。で、ひき肉を、ここへ。まだかかるか。で、小麦粉を、ここへ。はい、ミートパイ作る。これを、オーブンにぶち込む。で、あ、はいはい。あー、お客さんいらっしゃい。あ、いらっしゃい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 、で、すいませんね。ちょっと、失礼しますね。本当に。ごめんなさいね。はいはいはい。すいませんね。で、で、焼けた。焼けたから、これを、早く。何してん、何してんの、お前。何したよ、かつげ、棒立ちしてんの。で、はい。で、で、オッケー。で、新しい肉来てるよ。掃除して、急いで。忙しい、このゲーム。で、新しい食材作る。なんか服売れてるかな？
で、まあしばらくまだかかるかな。あ、でもひき肉めっちゃあるやん。あ、そっか、一回ひき肉作るだけで一個だけじゃないんや。二、三個肉ができるから、じゃあもう肉焼きまくって。で、あ、に、できた。んで、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。どうですか、この服。いい服でしょ。で、あ、はい、できてる、できてる。これ焼いて。んで、あー、いらっしゃい。あら、いらっしゃい。あら、もう、よい。新鮮、新鮮な、新鮮ですがな。あー、忙しい、忙しい。おーな、これ、あー、もうちょっと、あー、もうに、ミートパイがない。どうなってんねん、この地域。こんなミートパイが売れまくることある？旦那もムービンズやしてよ、早く。で、もう新しい肉来とんねん。で、あ、もう服も売れとんねん。なんか、あの人、あ、待ち時間かな？あれがゼロになると帰っちゃうのかな？あー、ちょ、嫁さんが、重たいな、ごめんな、肩に来るよな。すまんな。で、あ、帰っちゃったか。ちょっと服を。あー、お客さんいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとこれ展示だけしてくるから、ちょっとそこで待っててね。死に待ちしてて。うん、よしよし、いい服や。あ、失礼しますね。はい。じゃ、ほんなら採寸させてもらいます。ありがとうございました。ほんで、焼いて、もう焼いて、早く焼いて、急ぎ焼いて、あー、もうこのね、はいに。すいませんね。こら、忙しいゲームやな。まあ、でも、経営シミュレーションゲームでやっぱこ、あー、え？え？改善すべき点はたくさんある。私たちのビジネスを改善するために必要なことをリストに書いてみた。あー、てか、1日経ったんか。改善できる点を探してみよう。アップグレード。はいはい。トメイト。あー、なるほどね。キッチン。もっと料理できる。あー、追加の作業代欲しいっすね。いや、でも現状お金がないな。あ、オーブンの高速化はもう絶対に欲しいね。肉引き機の、現状肉引き機、食材が足りてないことは全然ないから。新しい服、へー。まあ、オーブンのスピードアップじゃない？うん、オーブンを高速化。で、お金が現状もうなくなったので。まあ、こんなもんですか？あ、てか、ひき肉オンリーでハンバーグみたいなのも作れるやん。作れるけど、多分これあれやろうな。今んとこ机が、あ、ちょ、何しんねん。君何しんねん。まあ、現状机が1個しかないから展示が、あー、すいません。すいません、一文字持ってたんですか？ごめんなさいね。マネキンも1台しかないし。あ、もう焼けた。早っ。え、焼けんの早いな。助かるわ。んで、血を掃除して、クイックルワイパーとかないの？すっごい血吸うの早い。で、店が開くまでにできる準備は全部しちゃいましょう。ここで新しくひき肉用意して、んで、もう次のお皿を出せる準備だけしてから店開ければいいよね。一応左下のキャラクターの顔アイコンみたいなところで、何持ってるかとか、今何の作業してるかが簡単にアイコンで出るから、これで。旦那小走りやな。助かるわ。で、もう一個もう服を折っとこう。先に。折っといて、このマネキンの服売れたらすぐに新しいの出せる準備だけしときましょう。で、この嫁はんももう次の肉だけ持っといて手に。よし。ちょっと待って、すべての犯罪がバレたかもしれん。全然客来なくなった。あ、いい服でしょ？よし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 。あんな無言で買って去っていくことあるかな？OKOKOK。で、まだ布が一つ余ってるからこれで。こいつら真面目に仕事しても稼げるやろ。これ嫁さんが持ってるミートパイって一旦どっかに置いとくってできんのかな？ああ、やっぱ無理か。両手が開けないと。ああ、すいません。ごめんなさいね。お待たせしました。すぐにぶっ殺しますんで。嫁さんに、ここ持ってってもらって、で、新しい布。で、嫁さんは、ハイスピード肉焼きして。で、旦那は放り込む。で、これを焼く。で、次、こいつを焼く。上から人落ちてくるの、ちょっとおもろいな。
あ、旦那、早く掃除して、何してんのよ、旦那。あんた、敵も悪いわよ、あんた。で、あ、そっかそっかそっか、もう新しい服が、え、服売れてんの？嘘！服全然売れてない、ちょっと。食事はガンガンにできてるのよ。トレイがない。あー、なるほど、トレイも1個しかないのか。ちょっと、ミートパイの売れ行きと上の2階の服の売れ行きが全然合致してない。ミートパイはこんなに売れるのにな。悲しいな。すいません。服買ってもらえませんでしょうか。ほんま、いや、もうほんま、ええ服なんで、ええ服作ってますんで、リサイクルなんですけど。よし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 。よし、やってくれた、やってくれた。でも、この間、旦那がこんなんやってる間に、もう、よいしょ、よいしょ。これ先に服、ミシンで折っとこう。この間、なぜか自動やから、俺の折ってくれんの。よしよしよし。で、もうすぐミートパイが焼ける。ミートパイの売れ行きがすごいねん。よし。ああ、もう服の売れなさに対してのミートパイの売れ行き。あと、この店に入ったやつ全員帰ってけへんかったらバレるやろ。さすがに。この店に買い物行ったやつ誰も帰ってきてないぞ、今んとこ。こんなに罪バレへんことある。まあ、うまいことやってんねやろ、その辺はな。うん。つか、この街の人があんまりそういうの気にせへんのかもしれへん。帰ってけへんな、あいつ。おい、ミートパイ並べる。あ、ちょっとこれ上の展示台もう一個欲しくなってきたな。そろそろ肉引きますか。ちょ、肉引こう。肉引こう、先に。溜まってきたわ。食材が溜まりすぎや。人肉って美味しいんかな。なんか、ごっつ売れるな。よし、もう行け！服が売れたぞ！もう完全に今んとこ嫁さんに食わしてもうてるからね。よし。で、次の布を折ってる間に新しいお客さん来るから、お客さんにすいません、そこ立ててもらっていいですか？ありがとうございます。ほな、失礼します。ザクーで、新しい肉を、食材足して、あ、やべ、ミートパイない、もうないや、ミートパイ。もう、やけどもよ。で、お肉を、あ、お客さんがパイを求めてる。ごめんなさいね、今焼いてますんで。あ、ごめんな、旦那も。重たいな、ごめんな。これ、あーでも、焼くの早いね。やっぱ、ゲージがすごいスピードで進んでいくから、これなんか事前に押しといたらやってくれんのかな？あ、やってくれるわ。オッケーオッケー。予約みたいな、ボタンを押しておくことによってガーってある程度自動でやってくれるっぽいね。服売れな！なんで？あ、よかった。お客さん買える寸前で買うてくれたわ。ありがとうございます。最後のお客さん、マジか。今日の売り上げを確認しないと。口コミが広がってお店の評判も良くなる。そろそろ新しい仕事道具を買った方が良さそうね。きっと有名人までお店に来てくれる。うん、ミートパイの方ならいいけど、有名人が仕立て屋の方に来たらまずくない？悪い注文、混ざった注文。ああ、でも悪い注文ないよ。現状、仕立て屋何もいらん。何も、あ、でもちょっと新しい布、これ欲しいな。新しい布を手に入れたら新しい服がきっと作れるようになるから、これで、パブに新しいテーブルを設置。ん？ということはこれお店でご飯食べてってくれる人が出てくるってこと？オッケー、展示台が2個になったからこれはでかいんじゃないですか。売れない。売れないな、うちの。手紙が届いた。引っ越したばかりなのに。誰が送ったのかしら。アイレント。これはまさか。なんてこった。俺たちの秘密を知られた。そら2日間で20人ぐらい殺したらバレるやろ。いいことは何も。脅しばかりだ。差し出しには俺たちについてなかなか詳しいようだ。もうここを出ることはできない。この建物に全財産つぎ込んでる。あ、そう。俺もこの状況は嫌だが、問題を起こすつもりはないと思う。むしろ、金持ちの客になるかもしれない。報酬の話をしている。選択の余地はないぞ。今か、どうもしない。あいつのゲームに付き合えばいい。まあまあ、このままお店を大きくしていきましょうや、ってことか。手紙の内容が本当だとしたら、ここを出ていけば命を、むしろ出ていかずに続けろと。街の有力者のようだ。
退屈しないな。俺は仕事に戻るよ。働け、旦那。パーシバル。うん、ミートパイ最高。そうか、みんななんか、ガッてひっつかんで出ていくから怖って思ってたけど、むしろ、そらそうなんか。この店、完全セルフミートパイ置いてあるやないか。確かに、これはおかしい。机を用意してあげて、このお店の中でイートインできるようにしてあげないとってことな。はいはい。んで、これを焼いてもうって、あー、暇。旦那、マジ暇。服買ってください、お願いします。あ、ちょっと待ってください。お客さん、ちょっと待ってね。今、服が売れつつあるから。売れろ！今だー！嬉しい！服売れんのが一番嬉しいですよ、お客さん。ほんま、聞いてくださいよ。服売れたんです。ミートパイの売れ行き、えぐいな。ちょっと死体溜まってきたから、これはしっかり。旦那ひ、畳も、夫婦二人でやれ、この店。ミートパイ屋をやれ、もう。あ、しかも、下手のお客さんか。いやー、すいません、ほんま、足りてて。すいません、布足りてて。いいんですよ、もう、ほんま。死なんといてもらっていいですか？困るんですけど、そんなバシバシ死なれても。あー、ちょっと待ってよ。そろそろ、肉の追加行くか。もうお前死体持って立ってろ、しばらく。なるほどね。あなたの親友 J。脅しじゃなくて、で、いや、君たちのやってることは全て知ってるけど、その上で、私のために働かないかいみたいな。私の出す要望に答えてくれれば黙っといてあげるし、なんなら報酬もあげるよ。みたいな感じか。あー、なるほどな。ついにテーブルを。注文を取って何を食べたがってんのか見てみましょう。あー、なるほど。すいません、うちのお店ミートパイとハンバーグしかないんですけど大丈夫ですかね。いや、でもそうか、今度はもうお客さんのために料理を作って出すっていう作業が必要なのか。でも当然これはその分お金は多めにもらえんときついぞ。で、はい、こういうことでしょ。いや、だってさ、現状、このセルフサービス用の机のところにミートパイを置き続ける作業ですら、奥さん一人で正直足りてないのよ、手が。テーブルのお客さんを、作業台に食事を用意しておいたら何かと便利。ひー、これは忙しなるぞ。いや、もうちょっと朝のうちにひき肉の量は完全にマックス状態にしとこう。おらぁ！キビキビ光れんかい！一応作業台の数が2つになったんで、これでオーブンは1個しかないけど、料理は2個同時に、作れるようになりましたよと。で、焼いて、セルフサービス台が今空っぽやから、こいつは、うわぁ、お客さんがいっぱい来た！来るなよ！なんだおめえらよ！これはミートパイをここに届けるついでに注文聞きに行こう。んで、もう、なんじゃお前、こら！おら、忙しいじゃい！で、はい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 、注文なんですか？はい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 。はいはいはい、なんでしょう。はい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 、了解でーす。ハンバーグね、はいはい。んで、あ、やーっべ、ちょっと待って、下に向いてる場合じゃねえわ、今。で、これを焼きます、はい。で、掃除してないねんけど、先に、この、できてる服を招きに持って行って、はい、これどうぞー、新作でーす、夏の新作でーす。で、掃除して、で、焼けたから、これを、やばい、時間ない。なんかね、お客さんが待ち時間をたくさん待ってくれるようになるみたいなアップデートもあったから、多分それがないと時間ギリギリなんやろな。はいはい、どうぞー。で、まあお客さんがご飯食べてる間に、ミートパイを作って、これはセルフテーブルに置いて、
で、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おじゃーす、よし。もう、なんでここに来て旦那の方も忙しなんねん。往々にして忙しい時ってどんどん忙しくなっていくからな。で、はい、ミートパイ。お、セルフテーブルが空っぽや。で、はい、新しい食材を。服が売れ、なんで急に売れ出すねん。あんな暇やったっけ。なんで肉増やして、やっべ、今日来た。ちょ、次、注文取りに行って。で、あ、もう服売れてる。服売れてるから、これも。やばい、なんか急遽、ミシンアップグレードせんときついかも。ちょ、早く注文聞きに行って。あー、ミートパイなくなった。なんじゃこのゲーム、忙しい。ミートパイなくなって、はいはいはい、ご注文なんでしょうか。はい、ミートパイですね。はいはいはい、すぐ焼いてきます。ほんで、はいはいはい、あ、採寸ですか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい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 、焼く。作業台が2つになったけど、こんなんもう体が足りん。はい、焼きまーす。で、はい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 。布ももうマックスやわ。で、これなんかもう食材も相当、食材って言っちゃってるわ、完全に。焼けたけど、この焼けたやつは、やばい、お客さんが買える。ごめんなさいね、うちは一人で切り盛りしてるもんで、やっぱりこの辺はちょっとパツンパツンですけれども、ごめんなさいね。よし。で、それ入れた後で掃除して、で、この客が食ってる間テーブルが埋まってるから、このテーブル2個とか3個とかにしたら絶対に手足りへんやん。あ、まあその辺はアップグレードで、調理スピードとかを上げていけってことなんかな。あ、お客さんここって帰ってもった。無理よ、こんな。そんなこと言われましても。はぁ、あ、忙しい。急にめっちゃ忙しいゲームになってもだ。まあでもその分やっぱり収益は上がってるね。ありがとうね。いや、だってもうここもパンパンよ。よいしょ。ちゃんと肉にしていく作業も並行してやらんと。嫁さんだけ仕事量が半端じゃないねんけど。ん？あ、こいつか。そういえばメール来とったよな。なんか。ターゲットが一人いるから、そいつを倒して死体を保存しといてくれないみたいな。なるほど。こいつの死体を取っとけばいいってこと？なんかお付きの人連れてきてるけど。あ、いらっしゃいませ。すいません。ちょっと血の匂いがするんですけれども、気にしないでください。お、パーシバルさんご機嫌。私はエリオット・カーソン。やっぱこいつか。あなたのお店はこの街で話題になってますよ。このように上質な服は他では手に入らない。R3 の精神でやってます。あなたに会いに行くべきだと言ってくれたんです。ここに仕立て屋ができたとは知りませんでした。陳列されている服はとても整備に見えますが、少しお店を掃除した方がいい。次の旅行に出る前にスーツを注文しようと思う。ほーん。どのようなスーツをお探しですか？先に採寸する必要がある。もちろん私のものです。狩猟用にとても丈夫なスーツが欲しい。彼はただの助手だからいないふりしてもらっていいし、もし迷惑なら追い出してもいいですよ。僕はレンガの壁です。レンガボーイ。今日は予定があるのでもう帰りますが、よかったら近いうちに来ますね。今日は来ていただいてありがとう。ああ、なるほど。だからこういう、なんか、ターゲットがおって、そいつを倒すとより報酬が増えたりとかするやろうな。さよなら。かわいそうなレンガの壁ボーイ。もうすぐそいつはいなくなるからな。きっとあいつが標的に違いない。この手紙の差し出しには本気で言ってたんだな。次回は一仕事しないと。ということで、多分これ延々とやってたら一生終われへんから、一旦動画的にこの辺で切ろうと思いますが。忙しいな。なんか、もっとさ、死体が出てきたりとかするから、もっと、うわぁ、血みどろぐしゃーみたいな感じかと思ったら、普通に忙しくて人肉を処理してること完全に途中から忘れてたわ。ただの経営シミュレーションゲームやった。まあ、もう少しアップグレードが増えたりとかするときっとね、サクサクお店回せるようになってお金も増えてといった感じで、楽しくなっていくんでしょうが、この、ラベナスデビルス、なんと500円です。人肉が出てくるみたいな設定ですけれども、なんか、思いのほかやってたら普通の経営シミュレーションゲームやったので。いかがでしょうか？ワンコインで遊べるゲームとして、いかがでしょうか？